よ。コーヒーでいいよな。君の名前で間違いないね。情報提供があってね。例の怪盗団、君がリーダーなんだって。君、保護観察期間中だね。町外の前で。おとなしくしてろと言ったのに。それじゃあ来てもらおうか。悪いけど今すぐだ。ああ、お前。供述は以上かしら。雪がないってこと？まさか薬の過剰投与で記憶が。いずれにせよ、これ以上話しても時間の無駄みたい。残念だわ。教えてやるよ。お前が振りかざしたくだらない正義、これがその慣れの果てだ。よくここまで来た、囚人。長く険しい階層を経たあなたは、今こそ真の現在へ。薬とやらの効果が間もなく切れるぞ。千載一遇の機会だ。起死回生の真実を今こそつかめ。あなたを亡き者にせんとする者の魔の手はすぐそこまで迫っています。
この理不尽なゲームに勝ちたいのならば。奪われた未来を取り返したいのならば。仲間との絆を思い出し、起死回生の真実をつかむのです。なるほど。それが君がここに至った経緯の全てというわけね。正義のヒーローの顛末にしてはお粗末なものね。未だに信じられないけど、犯行の手口は大体わかった。聞き足りないことだらけだけど、私に許された時間はもうすぐ終わり。一つ提案があるの。取引しない？協力してくれたら休憩の軽減を考える。事件の責任者として私には解決する義務がある。必ず勝ちたいの。たとえ取引してでもね。そちらは作戦が筒抜けで私の改心にも失敗。今さら意地を張っても得るものはないわ。君は国の秩序を回覧し、国家の存立に対する暴動を起こした。おそらく死刑または無期禁錮よ。取引に応じなければあなたは終わり。事件の周辺や君の近くにいた人物をこれから読み上げるわ。怪盗団に関与しているか正直に答えて。まず転校初日から一緒にいた友人、坂本龍二。鴨志田事件の被害者、高巻杏。斑目一龍斎の弟子、北川雄介。一色若葉の娘、桜双葉。奥村フーズの社長令嬢、奥村春。それと秀仁学園高校の生徒会長、私をしきりに探ってきた新島誠。怪盗団事件の共犯者よね。賢明な判断ね。ありがとう。善処するわ。正直もっと骨のある人物かと思ったけど、世紀の大犯罪者って評判は買いかぶりね。なぜ驚いているんですか？どうやってここに入ったの？捜査責任者の私ですら部長の口利きでやっと指揮を取ったって意味では、
陣頭指揮のサエさんと同じじゃないですか。僕にだって取り調べの権利があって当然でしょ。じゃあ、あなたが捜査の指揮を？なんて、僕のは公安の特別尋問のついでです。それにしてもこんな地下深く、他は誰も収監されていないんでしょう。多少荒っぽいこともバレませんね。あなた確か怪盗団以外に犯人がいる、そう言ってたわよね。あれは怪盗団をはめるための嘘ですが。ああ、すみません。サエさんも騙したんでした。敵を欺くにはまず味方からですよ。口を割らせたわ、仲間のこと。そうですか。僕も頑張らないとな。手土産なしじゃ帰れませんよ。それじゃ。バカな女。同行していただけませんか。殺人犯に丸腰なもので。あ、何を。君のおかげだよ、ありがとう。そう、僕らの計画に君たちは欠かせなかった。そしてこれで完成する。今頃分かったのか。これがくだらない正義の慣れの果てだ。公正は果たされなかったか。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。ゲームは終わりだ。間もなく破滅が訪れる。お前はその中で
一生食いるがいい。なんてことだ。なんだ？あいつだ。モルグに遺体がないことが分かってね。驚いたよ。まさかこの僕を騙すとはね。お前が怪盗団の首謀者で間違いないな。いえ、この少年です。確証ならある。お前は不可思議な力を使い、明智五郎にまやかしを見せ監視を射殺した。おかしな真似はするなよ。今回は発砲許可も下りている。ゲームオーバーだ。ゲームは終わりか。なんともくだらぬ幕切れであったものよ。我が名はラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度真実を思い出して、そしてどうか私たちを救って。信じていました。あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者。取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。人間の世界を残すか、壊して作り直すか、全ては我がゲームだ。気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯。いや、願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で平から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、
大衆は全てなかったことにしてしまいよった。人間は破滅すべき、その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価してもよいかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く。神である私をなかなかに驚かせた。凡愚にはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らう。今こそ汝、愚者の究極なる非王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。よし、よし。もうしばらく観察してみるのもいい。今日だ。お前に取引の機会を与えてやる。もし望むなら世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこるあの世界だ。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね。偽りの神と我らが待望した人間との契約、我らでさえも読めぬ結末でした。我が主の願いすら覆すあなた、それもトリックスターゆえのことと思えば。やはりお前も人の子、己の欲には勝てなかったようだな。何、恥じることはない。その望み叶えてやろう。先日発覚した病院ぐるみでの子供の臓器売買事件で続報です。関与を否定していた院長や外科部長が一転、事実関係を認める供述を始めました。胸くそ悪い。予告状が届いていたこともあり、今回も怪盗団が活躍したと見られています。
続いてのニュースです。雑居ビルで火災があり、怪我人が多数出ている模様。今月に入り、放火や強盗など凶悪犯罪が増えており、警察では注意を呼びかけています。ろくな世の中じゃないな。お前も巻き込まれんなよ。続いてのニュースです。警察は怪盗団の指名手配を正式に取り下げると発表しました。また捜査を主導していた検察も捜査方法が不適切だったと謝罪を表明しています。180度の方針転換について捜査関係者が改心されたのではとの憶測も。やっぱ悪いのは警察じゃねえか。やましいことあんのはそっちだろ。怪盗団が悪とかありえないし。怪盗団の活躍はとどまるところを知りません。改心されたのではと警察に届け出のあった数はすでに100件を超えています。まだ 100? てっきりもう倍ぐらいかと。わかるわ。ここ最近毎日見てるもんな。一方で犯罪発生率、自殺率ともに悪化傾向との報告もあり、大丈夫かしら。もうこの子も生まれるのに。怪盗団のおかげで明るみになった事件が増えただけさ。大丈夫、全部怪盗団が何とかしてくれるって。Thank you.
約束の日、明日だよね。お宝のルートは確保できずか。まさかここまで苦戦するとはな。私まだ迷ってるのかな、丸木先生の現実を否定することに。まこちゃん、な、弱気になるなって。あんな、お前もなんか言ってやれよ。とにかく明日ですよね。丸木先生と話すの。そうだな、結論は明日出せばいい。今日はもう解散しようぜ。君は答えを出せずにいるんだね。本当は自分の意思で受け入れてほしかった。けど選択を迫ることがかえって君を苦しめてしまっているんだね。それならもう君は何も考えなくていい。僕が君の幸せを導くよ。おやすみ。何日でも何十年でも。